衛生石者論の中心人物、最紀元衛生石者は、李朝時代の朝鮮で、邪教、邪説を排斥して、国家の政学である趣旨学を牧手しようとする考え。対外的には上位思想であると同時に、国内的には一種の潤化思想であり、現実の論理よりも理念的価値を優先して、絶対王政による搾取のための硬直的な、 身分制正当化としても機能していた。それは、西洋用近代文明を拒否し、商人や企業を見下す考え方や儒教を特に、朱子学、改秩序を守ろうとする李氏朝鮮の国際的な合意事項よりも、国内の論理を優先した反応州新中論の動きとして現れている。朝鮮日報によると、現代の韓国左派の反米、新中の民族主義思想の源流とされている。 石和比、用意審判比戦則和主は大国会和が一万年子孫、日の江虎作家の都筆自立思想をないし、思想傾向としての衛星石者は、全国に展開された書院によって、一般的に普及、浸透していたものだが、それが、政治的な行動として、顕著に現れたのが1864年より始まる、大院君政権であった。若年の王、 構想のジップとして、執権を握った、沖きのり大院君は、衛生石じゃ。政策を強力に推し進め、信仰宗教である東学や西洋からもたらされた、天主教に激しい弾圧を加えた。また、用意すなわち、西欧諸国の勢力が、朝鮮半島の沿岸に及ぶや、大院君はこれを強硬に排撃し、日の江虎洋、夏美、かのと羊洋夏美などの事件を引き起こした。 これらの事件によって自信をつけた沖ノリ大院君は朝鮮全土八道四軍にこの思想を奨励する関和比を建立した。この石踏みにはと刻まれている。その後、大院君らは西洋文明を受け入れた日本も西洋諸国と同一視して通称を求める日本に対しても強硬な姿勢をとった。ただし、大院君政権は大土木工事を行い、 その財源として国民から親善を取り立て、悪化を中造するなど民衆に重い負担を負わせて、その生活を混乱させたため、大院君の姿勢にも、批判的な独自の政治勢力が形成された。協議には、両藩を中心とする、この政治勢力を衛生赤ゃ派ということがある。沖きのり大院君は、構想の記載であった、貧妃一族との政治構想に敗れて失脚したが、 その後成立した民主政権は1876年に日本との間に日朝修好条規を結んで開国し開花政策に転じた。このような開国、開花に最も強硬に反対したのが衛星赤蛇派である。1881年には年初から中南部閣道の衛星赤蛇派の在地安判は半寸府に集まって金広市修羅開花政策を進める閣僚の処罰と 衛生席蛇作の実行を求める上訴運動を展開した。民主政権は上訴の代表であった高財閣を死刑に処したほか、上訴運動の中心人物を流罪に処するなど、これを厳しく弾圧した。衛生席蛇派は大院君をリーダーと仰ぐようになり、この年の夏にはアンキエイラが民主政権を倒した上で、大院君の所長子を国王に擁立しようという、 クーデター計画が発覚している。開花派が創設した新式軍隊と比較して様々な点で差別的に待遇されたほか、放給米の支配さらに支給係の不正による放給米の異物混入事件をきっかけに旧軍兵士が反乱を起こした。これが1882年の人後軍団である。これは反乱に乗じて便秘などの政敵を一掃し、政権を 再びダッシュしようとする大院君の先導によるものであり、衛星赤蛇派もこのクーデーターに加わった。これにより、大院君政権が一時的に復活し、衛星赤蛇派の政治犯も多く解放された。しかし、この政権は、新国軍が沖きの大院君を拉致したことによって、終わりを告げ、その後は、民主政権が復活して、新国の強い干渉の下での開花政策へと転じた。 ありがとうございます。